西武3000系電車は1983年から1987年にかけて申請された西武鉄道の通勤系電車。2014年12月までに全車両が廃車され、一部は大見鉄道に譲渡された。以下、3000系電車を本系列と記述し、また、編成単位の記述に際しては、各編成の反応。 西部新宿より先頭車の車両番号を持って編成故障とするとともに、車番の末尾が奇数の車両を奇数車、偶数の車両を偶数車と記述する。本系列が登場した1983年における池袋線系統の主力車両は101系、301系電車であった。同系列は池袋線反応異性の勾配区間における 運用を目的として設計された、そもそも即発電制度を備える抵抗制御者であり、堺地直波制御による改正制度を備える2000系電車が入、属されていた新宿線系統と比較すると、省エネルギーという観点からは、池袋線系統は一方遅れをとっていた。101系列の増備が一段落した後、池袋線においても、主に各駅停車運用に充当する目的で、 省エネルギー車両の導入が検討された。しかし、当時の西部の通勤系車両においては3、扉構造が標準仕様とされており、4、扉構造の2000系は、この当時は新宿線各駅停車の混雑緩和という限定的な用途で導入されたものと位置づけられていた。また、池袋線のターミナル駅である、池袋駅における整列乗車の便を考慮した結果、 2000系をそのまま導入するのではなく、池袋線向けの3、扉構造の新型車両を新たに導入することとなり、本系列の設計、製造に至ったものである。本系列の設計段階においては、1983年当時、造備が進行しており、かつ将来的に、池袋線との相互直通運転が計画されていた。 低都高速度交通営団有楽町専用、車両である7000系電車に半を取った軽量のアルミ合金製車体、省エネルギー性に優れる電気子直波制御方式のほか、当時は日本国内の高速電車における実用例がまだ希少であったボルスタレス台車といった、いずれも西武鉄道においては前例のない数々の新規軸を盛り込むことが検討された。 最もっとも、最終的には2000系と同等の主要機器と新101系、301系に類似した、普通構成車体を組み合わせた、非常に保守的な設計が採用された。1983年11月に一時車となる8両、編成3本が落成して、以降、1987年3月までの4値に、渡った8両編成9本が申請された。当初は、 全編成とも池袋線に配属されたが、後年新宿線へ転属する編成も発生した。2010年に中間車を減車して6両編成化された編成2本が現れ、その後2013年度に8両編成5本が廃車となり、2014年4月1日時点で8両編成2本、及び6両編成2本の計28両が在籍していた。その後、 前述の通り2014年12月までに全車両が廃車となった。全面廃昇機未設置、急爆装着当時の300編成。前述の通り、新101系、301系類似の全金属製構え体である。全面形状も同様に全面窓周りを一段凹ませた額縁構造とし、額縁の内側を黒塗装仕上げとした、いわゆる、 湘南型のアリューと評される折爪形社型、非貫通構造の2枚窓形状を踏襲した。ただし、本系列においては、前面窓間柱が省略されたことにより、前面窓周りの凹みが、新101系、301系の二分割形状から一体形状に変化したほか、前面左側の層下部に、ステンレス製のシャン表記が追加されたため、若干印象が異なる。 構えから出し用寸法は、新101系、301系と同一であるが、台車中心間隔のみ、新101系、301系の 13,600mm に、対し、本系列においては2,000系と同一の 13,800mm とした。側面形状も、新101系、301系と類似するが、新101系、301系においてはか 側窓が独立した形状となっていたものを本系列においては、側窓2枚を1組としてユニット窓風の見つけとした601系電車以前の通勤軽車両における標準的形態に回帰した構造が採用された点が特徴である。その他、戸袋窓の固定支持方式を従来のエッジゴム固定支持から金属枠固定指示に改良して保守の省力化が図られたほか。 幕板部タブには西部において、初の採用例となる側面、行き先、種別表示器が設置された。客用扉は 1.300mm 幅の量、回避で、従来車と同様に車内外の塗装、装飾が省略されたステンレス無地仕様である。側面の土平表示等は2000系3次車以降において、採用された縦長形状を踏襲した。窓配置は制御尺破3 0 0型が、 D1D22D22D2 中間電動車も、ハ3101型が 2D22D22D2 である。車体塗装については101系列の仕様を踏襲し、イエローチに側面窓周りをベージュとしたニーロ塗りが採用された。区ハ3010の車内、全編成ほぼ登場時の姿を残している。壁部にライトブラウン系のスパークロス模様の化粧板を、 採用し、新101系、301系のベージュ系のコルク模様の化粧板と比較して明るく柔らかな印象を与えるものとした。座席はロングシート仕様で座席表皮は従来同理連合色とした。本系列においては座面高さを従来より 10mm 低くして居住性の改善を図ったほか、座席寸法を若干延長し1人当たりの占有幅を 従来の 400mm から 430mm に拡大した。車内天井部については、冷房装置からの冷風吹き出口を従来のスポット型からラインフロー型に変更し、冷風が均一に流れるようか医療が加えられた。また、補助送風機であるラインデリアについても薄型の新機種に変更され、製品自長の軽量化による省エネルギー化を図った。 運転台の機器配置は新101系、301系に順次、主管制御機及びブレーキ制御機がそれぞれ独立した通販ドル仕様である。本系列においては改正制動を装備したことから、運転台パネル内の電流計がゼロ点を中央に設定したゼロセンタータイプに変更されたほか、空気制動が新101系、301系の電磁直通ブレーキから、 電気指令式ブレーキに変更されたことに伴って、直通管圧力、制動管圧力を表示する契機が不要となったことから、運転台パネル内の圧力計は、元空気ため圧力、制動等圧力を表示する契機1機のみとなり、空いたスペースには4種類の故障表示等が新設された。また主管制御機及びブレーキ制御機については2000、系と同一機種を採用した。 行き先種別表示器は、前面、側面とも指令装置による電動式であり、行き先設定用と種別設定用の2つのダイヤルによって行き先、種別を設定する指令装置を反応、西部新宿より先頭車に装備する。前面表示は、行き先膜40コマ、種別膜10コマ仕様で、側面表示は行き先、種別を1枚の膜で表示する60コマ仕様である。 前述の通り、主要機器については、極力2000系と共通化し、保守の簡易化並びに導入コスト低減を図った。もっとも、行き先表示機及び、放送機器の仕様が異なることから本系列と2000系との並結運転は、不可能であり、また本系列同様に3、扉構造である101系列との並結運転も、性能特性並びに制動装置が異なるため、不可能である。 中間電動車は2両を1ユニットとし、モハ3101系機数車に制御装置、抵抗機などの走行関連機器を、同偶数車に、電動発電機、電動空気圧縮機などの補助機器を、それぞれ分散して搭載するが、モハ3200番台の偶数車は、補助機器の容量の都合からそれらを搭載せず、自長も他社の40トンに対して35トンと異なる。 日立製作所製の電動化無軸式抵抗制御、自家並列組み合わせ制御及び開示直波制御装置、MMCHTR-20E を採用し、中間電動車も、破3101系機数車に搭載する。同制御装置は、電動車に両分、計八機の主電動機を、4機直列つなぎの2群として、自家並列制御を行う 1C8、M 制御仕様である。 制御段数は弱め開示軌道1段、直列13段、並列11段で、並列最終段において、主電動機の前回自定格速度に達した後、境地直波装置による多冷開示制御領域に移行する。境地直波制御による改正制度を実装するため、2000系と同様に、副管電動機を採用し、 電動車1両あたり4機搭載する。搭載する主電動機は、日立製作所 HS-835 回、RBHS-835、HRB もしくは、東洋電気製造 TDK-8030、ATDK-8030B の4機種が存在するが、定格出力 130kW の特性はいずれも同一である。 駆動方式はタワミ板継手式中空軸平行、カルダン、歯車比は5.31と2000系の仕様を踏襲した。2000系と同一の FS372AFS072 を採用。住友金属工業製のダイレクトマウント式空気羽台車で、軸箱指示はペデスタル式。固定軸間距離は 2200mm、軸受け部の構造は、 密封型コロ軸受け仕様である。101系列の導入以来、西部における標準台車として、数多くの実績を有する。FS372 系列の特徴として、側面から見た際に、揺れ枕左上の掛けの代償がある。掛けの小さいものは1982年度以前に製造、掛けの大きいものは百八十三年度以降に製造されたもので、 それぞれ前期型、後期型と呼ばれる。統計列では3007編成以降に後期型が採用されるが、下記の通り例外も発生している。台車の転用九百9 8 2年製造部の区波6両のみ FS372A を装着して落成した。その後、1985年に FS072 を申請6両とも交換が実施されている。 下氷下段参照なおこれにより、余剰となった FS372A は区波2401系、改造車101系 VVVF 試験車に転用されている。下氷中段参照また3011編成は、中間車6両に前期型台車を装着し製造された。これは予備品を使用したものとみられる。さらに3017編成は、区ハ3017のみ。 前機型台車を装着し製造された。これは前述の転用により、区波2410から余剰となったものである。下表上段参照日本エアーブレーキ性能を、荷重装置負、改正制度併用電気指令式、電磁直通ブレーキ HRD-1R で、ある。当時の西部における、標準機種である、更新成功所制の筆型パンタグラフ KP-62、 A を採用し、モハ3101系機水車に1両あたり2機搭載する。電動発電機は電力入力側、出力側ともに従来の直流電動機に代わって3、総動機電動機を用いて生粒子を配したブラシレス MG を採用した。 日立製作所万七 g 7 7 4 4 5の 01R もしくは、東洋電気製造 TDK-3350A をもは 3101K 偶数車のうちもは3100番台、もは3300番台に1機、1編成あたり2機搭載する。定格容量はいずれも1 4十九馬である。電動空気圧縮機は、 日本エアーブレーキ製の HB-2000CB を MG と同様にもは3101ケグルス車のうちもは3100番台、もは3300番台に1機、1編成あたり2機搭載する。冷房装置は外装カバーをステンレス製とした三菱電機製の集中式 CU-71C を1両あたり1機、屋上に搭載する。戦闘車の前頭部よりのみ、 周り古式密着連結器を採用し、中間連結部分はボルト固定による半永久連結器が採用された。前述のように、本系列は多系列との並結運転が不可能であり、また二両編成などの造血用編成も存在しないことから電気連結器の装備は省略された。連結機同時部分については、研修時における着脱作業を簡易化する目的で、 枕木方向に設置されるチャンネル材について、従来の直線形状から山形形状に改良した。また、後年、戦闘車全面下部に配慮機を新設した。6両編成化され、国分寺線で運用される3 0 0編成。東京富士大学の広告編成となった3017編成。東京富士大学広告編成に装着される。 ヘッドマーク初回に導入された一時車3編成24両は、等級車両製造において申請され、当初より8両編成で落成した。当初一時車は5編成40両を導入する予定であったが、自社工場である西部所沢車両工場における生産稼働率確保を目的として計画が変更され、本系列の製造予算の一部を301系に、 編成16両分に振り分けたという経緯を有する。二次車以降は、西武所沢車両工場において申請され、同工場の生産能力の都合上いずれも4両の暫定編成で落成した後、追って落成した中間車4両を組み込んで8両の正規編成とする手法が取られた。百八十八年以降の新宿線系統において従来車の代替目的で、 新二0系が大量増備され、四、扉構造の車両が主流となった後も、池袋線系統においては依然として三、扉構造の車両が主流であり、新宿線系統へ新二0系を申請導入し、余剰となった三、扉車を池袋線系統へ転属させるパターンが定着しつつあった。しかし、ラッシュ時における、 混雑率緩和並びに乗降時間短縮のためには、4、扉車の導入が不可避であり、1990年1月に2000系を用いて実施された試験運用を経て、翌1991年より池袋線系統においても新2000系の導入が開始された。同年には、地下鉄有楽町線直通用車両である6000、軽電車の申請が開始され、 新二線系統ともに、池袋線系統へ導入された結果、余剰となった3011から3017編成の、計4編成が1992年8月から翌1993年6月に、かけて、順次、新宿線へ転属した。落成当初より、池袋線系統でのみ運用された本、系列であったが、以降新宿線系統においても運用された。その後、 申請当初、白字幕であった行き先、種別表字幕について、黒字幕への交換が実施されたほか、101系列と同様に塗装工程の簡略化を目的として、車体塗装のイエロー一色塗装化が1999年により、順次実施された。行き先、種別表字幕については2008年6月のダイヤ改正を機に再度交換され、行き先、 種別ともローマ字兵器仕様に変更された。なお、2000系、新2000系において施行された母船引き投資による編成内パンタグラフ半減化、及び種別、行き先表示器の発行代ー度化を実施された編成は本系列では存在しない。2010年8月に3005編成が、同年11月には3007編成が、横瀬車両基地において、 中間電動車1ユニット2両を編成より外し、6両編成に短縮された。同2編成は池袋線に所属していたが、3005編成は同年9月24日付、3007編成は12月22日付で、新宿線へ転属し、国分寺線で運用されていた。 同に編成より外された、もは3205.3206及びもは3207.3208は、前者が同年8月12日付で、後者が11月11日付で、それぞれ除籍され、いずれも解体された。2012年12月22日時点では、3001編成、3003編成、3011編成、3013、 編成の8両編成4本が池袋線に3009編成、3015編成、3017編成の8両編成3本及び3005編成、3007編成の6両編成2本が新宿線にそれぞれ所属し各駅停車を中心に運用されていた。2013年度からは3万系重量固定編成の新造が開始されており、 8両編成が廃車となる予定と発表された。同年度内に3001編成、3003編成、3013編成、3015編成、3017編成の8両、編成5本、40両が廃車、除籍された。2014年度には6両編成となっていた3000を、編成が2014年9月20日付で廃車され、 同じく6両編成となっていた3007編成が11月28日付、3011編成は12月25日付、3009編成は12月26日付で廃車され、同年12月をもって廃形式となった。2014年12月に3007編成。 2015年2月に3009編成のうちもは3209ともは3210を除く6両が大見鉄道へ譲渡されている。両編成とも未改造のまま西部時代の都職で高宮駅構内の側線に留置されていた。3007編成は2019年2月3日に彦根駅へ改装され改造工事を施行。 2020年8月1日に300型として営業運転を開始した。なお、改造対象から外れたモハ3307とモハ3308は2019年2月14日未明に奈良県内の解体場へ陸送されている。2009年5月に3011編成が2010年7月には3015編成が それぞれ内々的な特殊装飾が施されたラッピング編成となった。同二編成はいずれも池袋線に配属された編成と区別されることなく一般運用に供されていた。3011編成は車体全体に松本霊児の漫画銀河鉄道39に登場する主要キャラクターであるメーテル、星野鉄を車掌のイラストをあしらった。 銀河鉄道39デザイン電車として2009年5月1日より運行を開始した。銀河鉄道39デザイン電車は松本の地元駅である大泉学園駅の発車メロディを銀河鉄道39の映画版主題歌である5代後の楽曲銀河鉄道39に変更し、同駅構内に 車掌像を設置したことに続くもので、アニメ産業の振興並びにアニメを活用した地域活性化を目指す練り幕と沿線価値向上を図る西部側とのタイアップにより、企画されたものである。なお、3011編成は2009年2月の定期、検査出場に際して、側面車番表示を切り抜きプレート表記から、ステッカー表記へ変更したほか、旧車掌プレートを撤去し、 ラッピング編成化の下準備が実施された。当初は2009年5月から2013年4月まで4年間運行予定だったが、2013年3月時点で運行期間を2014年12月まで延長することを発表し、その後2014年12月20日に西武球場前駅で開催されたさよなら銀河鉄道39デザイン電車イベントを最後に運用を終了し、 そのまま廃車された。廃車後は区派3012も派3212区派3011の3両が横瀬車両基地に保管されており、2015年から西武トレインフェスティバルイン横瀬で公開されている。2016年10月から2019年3月までは2万、計2万158編成が2代目として運用された。全面に車掌がデザインされた。 区ハ3011前面にメーテルがデザインされた区ハ3012区ハ3011車内に書かれた松本イジの直筆サイン3015編成は車体と色を西武鉄道が保有するプロ野球球団埼玉西武ライオンズのチームカラーであるレジェンドブルーと称する濃紺とし、全面並びに側面車端部をはじめとした車体各部にチームロゴをデザインした ライオンズデザイン電車として2010年7月10日より運行を開始した。ライオンズデザイン電車は西武鉄道と埼玉西武球団のタイアップにより企画されチームカラー及びチームロゴを施した車両を導入することによって埼玉西武ライオンズと沿線住民との一体感を高めることを目的としたものである。また、側面の一部については宣伝広告スペースとして 用いることとした。同編成は運行開始後に愛称を一般公募し、選考の結果、L トレーンの愛称が決定した。なお、2013年12月5日で運行を終了し、運行終了後はそのまま廃車、解体された。2016年からは 9000K9108、編成が2代目 L トレーンを襲名。 さらに2018年からは2万系2104.20105編成が3代目エルトレーンを襲名している。ライオンズのシンボルマークロゴが全面腰タブに大きく描かれたクハ3015ライオンズのシンボルマークロゴがやや小ぶりに描かれたクハ3016松本零士による特別デザイン車両が存在する他社の鉄道車両。ありがとうございます。